はい、どうもパンピーです。今ね、ゴールドゴーレム、あ、メタルゴーレムか、かな、のね、イベントやってて、なんとね、経験値がめっちゃもらえるんですよ。しかもね、ちょっとね、うちの親父のちょっとね、タブレットの方なんですが、まあ、レベル稼ぎはね、やってるわけなんですが、基本職のね、経験の玉をやって、どれぐらい経験値がもらえるか、ちょっとね、やってみたいと思います。すごい普通の敵倒しても500とかしかもらえないの今。ただね、これ1匹倒すだけで、あれ、しかも助っ人でちょっとね、あのはぐれメタルの剣を持ってる、善逸さんにね、ちょっと助っ人になってもらってます。というわけでね、あ、メタルゴーレムのあれがなくなった。ちょっともう一回別なとこにね移動してからもう一回撮影します。はい、ちょっとね、今、あの、また別なとこにね、移動してきて、今、ちょっとね、止めて撮影しておりますが、ね。で、あの、このね、助っ人にね、ちょっと善逸さんに来てもらってます。で、一応ね、あの、こうレベルがね、はぐれメタルの剣装備してるんで、すぐやっつけてくれるんですかね。このゴーレム結構ね、強いんですよ。そこで、あの、弱い人はね、倒されちゃうと経験値もらえないんで、あの、防御をね、みんなします。さっきね、一人も倒してもらいました。そうするとね、この、助っ人に来た、まあ、善逸さんに倒してもらうという、こういうね、インチキ臭い作戦でね、やっていきます。これだとね、ちょっと反射してよく見えないかもしれないけど、ここかな？これ、6万5000ももらったね、経験値。これでどんどんね、レベルが上がっていくという、そういうね、作戦になっております。皆さんもね、よかったらやってみてはいかがでしょうか。これでね、どんどん上がるね、これね。今、多分、1箇所につき、10回ぐらいはね、多分倒せると思うんで、これ、このように、ちょっとこの、もう1匹倒してみますか、試しに。どれぐらい。3匹倒すとね、10万近くもらえる。9万いくらか。ちょっとね、これ行ってみましょう。まずは、なんとかね、攻撃を防ぎます。まあ、耐え切るしかないね、最初の一発は。まあ、これで死んだ場合はしょうがないけど、あとはね、助っ人に任せます。完全お任せだね。全部、助っ人に倒してもらいましょう。こっちはね、攻撃しないです。みんな防御ですね。ひたすら防御で。防御で、あ、逃げてっちゃった。まあ、この場合はしゃあないね。はい、1匹倒しただけでも経験値が32,750もらえますね。経験の玉、あの初級の経験の玉使っておけばね。というわけでどんどんレベルアップしていきます。うちの親父のタブレットですが、皆さんもねこんな感じでどんどんレベルアップやってみてはいかがでしょうか。このチャンス逃すとね、多分しばらくないね、これ。ゴールデンウィーク。ドラクエウォークのね、チャンスだね、これね。どんどんレベル上がっていっちゃうもん、これ。ちょっと見にくいね、これ。まあ、どんどん倒してもらったら、ひたすら防御だね。防御。防御。防御。あ、一応ね、食らってもあんまり食らわないんでね。半分ぐらいなの、防御やっとけば。こうしてね、効率よくレベル上げていきましょう。今ね、高難度の敵はね、普通に戻っちゃったんだよね、弱い敵に。なんで、こういう感じでね、レベル上げていくしかないです。これだとね、どんどんレベル上がります、こんな感じで。今も6万5000。3匹倒せれば一番ね、いいんだけどね。9万いくらがもらえたね、普通に。ゴールドもね、稼げるんで、おすすめです。これ今始めなかったらね、始める時ないんで、多分ね。まあ仲間。結構ね、強いから、普通に倒すとね、倒せないんで、このゴーレムも。なんでね、この、みんなで冒険、一緒に冒険機能をね、あ、3匹出てきた。これできればね、3匹倒したいね。これ倒せればいい。最初は受けるしかないんでね。ひたすら。あとは防御。
全部ね、助っ人に任せます。丸投げだね。丸投げします。このように。防御、防御、防御で。みんな防御しとけば、あ、だ、なかなか3匹倒すっていうのは結構珍しいんだよね。はい、じゃあ、皆さんもよかったら頑張ってみてはいかがでしょうか。また会いましょう。バイバイ。あ、また倒してくれたね。まあ、この助っ人を見つけるっていうのはまた大変だかもしれないけどね。メタル系のね、武器を持ってる仲間をね、見つけましょう。はぐれメタルとの剣とか、はぐれメタルのなんか、あ、メタルの斧とか持ってる敵がいいかと思います。それでは、バイバイ。